はいどうもー、はじめ教授のおだすということでよろしくお願いしまーす。いやー、かゆっ前と同じこと言ってるね。もうかゆい、いやもう俺やっぱね、かゆいってこと言いたくないと雑談ができなくなっちゃうから。でもね、もうやっぱ言ってった方がいい。俺はもう雑談してるわけじゃないんだよ。俺のね、なんか俺が動いてるとこ見ね、見せないだけなんで、あ、もうそれでいいです。あ、かゆ、かゆいね。お風呂入ってないからだよ。お風呂入りなさい。本当に。お風呂に入れ、入れ、入れー。あー、痛いだけだ。いやー、ゴールデンウィーク終わりましたね。俺はね、そんな変わんないですけど。何も変わらないです、僕は。かゆ、かゆ、おー、かゆいよー。出来物もいっぱいできてるし、あ、みんなに見せちゃいけないんだった。そういうことでもないけどね。いや、ゴールデンウィーク中でワンピース594話まで小敷き見しました。まあ、小敷きしました。いや、小敷きってわけじゃなくて、普通にあのジャンマガ学園でやってたんで見ました。めっちゃおもろかった。めっちゃ面白かった。最高でした。こんな映画になっちゃってね、ほが痛いよー。やべ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 、泣いちゃうよ、そんなことするんだったら。泣きます。何やってんの俺。いやーね、もう次のワンピース発売まで1週間を切りました。イエーイ。いや、どんなテンションの上げ方、どんなテンションの上がり方それ。俺超目悪いからメガネ変えなきゃな。俺メガネかけても多分今視力 0.7 か 0.6 くらいだと思うな。何やってんだろうな俺は。いやー、俺いつまでニートなんだろうなと思ったら、結構だと思うよ。あと10年はニートだと思うな。だから仕事しなきゃって思うけど、仕事できない、できな、唐突に現実見たらやば。あ、俺仕事しなきゃいけないのか。無理に決まっとるやろ。何言うとんのや。いや、そんな、ノリよく言われても。困るよね。941話。あ、これはあれか。ファンが作ったワンピースか。こういうの本当はダメなんだよね。あの、ワンピースのこのね、早バレを見ようとするの。でも俺はさすがに見る。さすがにそれだけは許してほしい。いやー、でもね。見ない方がいいのかな。いやー、もうあと1週間待てねえよー。どうすんだよ。もうどうしよっかなー。でもやっぱりそのなんかね、楽しみは多分激減してる気がするからやめよう。ワンピース早バレ見んの我慢します。ちょっと我慢してみる、みんな頑張る。俺、あ、いった、頭振っていった。いやー、16日空いたんですよ。16日っていうかね、お、誇りが、まあ、27日土曜日発売からゴールデンウィーク休みで16ですよ。半月ね、半月。面白かった今の。まあね、半月ですよ。半分の月、1ヶ月半分すっ飛ばしてって。おい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 、ちょっと待て、いて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 、いやー、何も面白くない。どうしよう、何も面白くなれない。やばいな、ナルセのこと散々ディスってんのに俺超面白くなくなってきた。あれもしかしてユーモア知ってる？でもユーモア死んでる時ツイッターやるとめちゃくちゃ面白いんですけど、面白いツイートが出るんですけど、あの俺今ツイッター今嫌い嫌い時期に入ったんで、今俺ツイッター嫌いなんですよ。なるべくね、エロい絵以外見ないようにしてるんですよ。なんか難しいな、エロい絵って。エロい絵、あれ滑舌が死んでる。そっか、俺喋ってないんですよ、ぼーっとしてるから。うん、ぼーっとしてるからね。いや、ぼーっとしてたんで全然喋ってないさ。ああ、ちょっと口がしびれちゃった。しびれちゃった。うるさ、黙れ黙れ。今日お母さん何時帰ってくるんだろう。ああ、今日早そうだな、今日早そうだな。あらら、チャンネル登録者208人になった。おー、209人になってる、増えてる。ラッキーラッキー超ラッキー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 。おお、2個来てるぞ。な、2個来てるけど来てない。クックさんがチャンネル登録してくれた。あ、ピアノシステムさんじゃん。ピアシスさんがとうとう俺のチャンネル登録してくれた。チャンネル登録はしませんがって言ってチャンネル登録してくれてる。
いや俺な、まあ、これも動画見れちゃうのかもしれないけど、俺ちょっとねピアシスさんのことをねひどい目線で見てたんですよ。あやばいな、ツイッターエロいツイートばっかだから反射して知るな俺マジで。どうしようどうしよう、どこ開けばいいんだ俺。ハッシュタグか。いや俺マジで腹立つんですよ、ハッシュタグでこんな時期に結婚みたいなこと言ってる、あのなんだろうな、変態ジジイだっけ、変態じゃなくてなんか風に舞ってる変態ジジイいるじゃん、あいつがずっと出てきてゴールデンウィーク中てか、ずっとあいつが出てくんの、こんな時期に忙しい時期に結婚みたいな、こんなことしてるやつ、あのキモいジジイが出てきてさ、これ訴えられるかもしれない、キモいで腹立つじゃん、こんな時期に結婚って なんでそれって思っちゃって、なんでお前がずっと出てくんだよ、なんでお前こんなニュース誰でも超えれるだろうって思うさ、中身は見てないんですけど、そんなカスみたいなニュースがずっとここに載ってて、マジで腹立って、こ終わったらゴールデンウィーク中どうでしたかみたいなクソみたいなニュースが今出てきて腹立つ、めっちゃ腹立つ、びっくりした、腹立ちすぎてます今、うん、腹立ちすぎてほにゃららほんにゃんにゃなとかは言いませんけど、ピアノシステム、ピアノはユーズのそのシステム、ルル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 ル、ピアノシステム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 、ピアノピアノピアノシステム、ピアノピアノシステム、ピアノピアノシステム、ピアノのののの、ピアノピアノピアノシステム、ピッピピアノピアノシステム。いやほんと変なノリに任せてさ騒ぎ始めた、もう面白くなくていいんじゃないかなって思って、やっぱ今ねちょっと面白さにねちょっとねこだわりすぎてる、あんだけ面白ユーモアに厳しいこと始まきよしろがね、ちょっとね今ね羽を伸ばす時期だと、なんで今からバカンスです、俺がどんな動画作ってもみんなね見てください。もうなんかこんな動画しちゃっていいのかなって罪悪感が生まれたんですけど、俺何でも動画にしない、なんかなんで動画上げる意味がわかんない。本当に惰性で動画を上げてる。うん。でもいいじゃん、何したって。でも俺みたいなやつが動画上げてるせいでさ、YouTube の人工知能、YouTube が AI を搭載しなきゃいけないんだよ。俺みたいなやつがとんでもない速度で動画上げていくからさ。ということで、こうなんかあんま何にも縛られないっていうね。感じっていうか、まあ、何でもいいかなっていう、その動画ボタンを押してるだけみたいな、俺がやってることはそれ以外は全て自由みたいな、あっちゃダメなタイプの自由っていうか、そういうのを自由と呼ばないんだよって怒られそうな自由をちょっとやっていこうと思います。あーやっぱ風呂入んないとな、体中がね、体するとすごい赤が出てくる俺体いくら洗っても赤が止まんないの、もう風呂入ってない期間がさ貯金されすぎちゃって。あ、行って。パテ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 。ベン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 ベベンベンベン。I wanna go where you go go whoa.I wanna go when you go go whoa. I win the sun when I'm I wanna go when you go go whoa. I wanna go when you go go go. I need to see the man. いた。いた。こっちじゃない。いや、こんなんで誰も笑わないだろ。やめろよ、そんなの。まあ、いっか。今の俺楽しいし。お、すごい。肉ですね。胸肉。顔中がほら、すっごい汚くなってる。鏡に使うな、動画を。なあ、鏡にするには汚いだろ、そこで変な汁がビチューって。なんか白いさ、ああいう、うわ、すごいほくろ。ほくろ!ほくろ!誰も笑わないんだよ。ほくろってアピールしてもさ、みんな大体多分ほくろ、俺もほくろなかったんだよ、ちょっと前まで。
さあ、3、4年くらい。3、4年、ちょっとってなんだよ。曖昧なんだよ。こんな声をさ、人に聞かれちゃって変な声でさ、だからっていうので、親が子供に叱ってるんじゃないかって言って通報されたらマジで嫌だな。そんなんで通報しないでほしい。チャンネル登録者209人になりました。ツイッターの人が見てくれてる。俺の動画誰かすごい見てくれてるっぽい。でもなんか極ムスさんが俺の動画見てたのかな、見てたのかな、でもわかんないな。でも見てないと思うな。そんな暇じゃないし、みんな暇じゃないし。かゆっ。あ、めっちゃかゆいな。俺の動画下品だからすごい見ないと思うな。でもなんかいつもの声量と違うって言ってるから、誰かは見てくれてんだろうな。ツイッターの例の人たちで誰か俺のこと見てくれてるんだろう。あ、でっか、デキモン。デキモンでっか、ニキビでっか。汚ねえ、顔汚ねえ。もう、立ってさえ前も清潔感なかったのに、ニキビ増えて、ボツボツになって、どんどん清潔感なくなっちゃうよ。人気がどんどん遠のいてくよ。でも、お金は近づいてくるけどね。クソつまんな。でも、〇〇〇〇〇っていうのはもう最悪だからな。やっちゃいけないんですよ。うん。やってもいいですけど。やってもいいですけど。やっちゃいけないんですね。腰痛い。腰が、あ、痛いよ。いや、いちいちつまらないな。一発ギャ、あ、つまらない。いや、俺面白い。俺面白い。面白い。面白い。面白いよ。ご褒美にミスタードーナツをおごってあげよう。よし。いやー、唐突にミスタードーナツって食いたくなりますよねって言ったけど、ミスタードーナツ今食いたくなったわけじゃないんですよ。ちょっと前からね、あー、なんだかんだ言って、ミスタードーナツ食べたい。なんだかんだ言っててなんだよ。うよ、曲折あって、みたいなさ。曲折すなよ。ミスタードーナツ好きなことは。ミスタードーナツはいいものだろ。初めからいいものとして受け入れろ。何うよ、曲折してんだよ。なあ、素直になれよ。素直じゃない証拠だぞ。ミスタードーナツはいいものですよね。わかってらっしゃる。いや、なんか、あと、クリスピードーナツってのも食ってみたいよね。海外のさ、人が食うやつ。海外のデブが食ってるって言うけどさ、ひどくね？デブってひどくね？うーんってなっちゃうからさ、その最近なんかツイッターに流れてるけどさ、そのなんかね、10歳で革命すんだ、なんじゃかんじゃとか言ってる子供がいるけど、まあ、それについて俺は何も思わないんですけど、それでオタクが、こう、バー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 なんか言ってんじゃん。あれ、キモすぎるよね、やっぱり。なんでかって、俺はそんなね、革命小僧みたいのを目に入れたくないんですよ、なるべく。なのに、お前みたいなね、オタクが、ねえ、何歳離れてるかわからない相手になんかね、ボコボコ行って、挙句の果てには、なんかガンプラ宣伝するっていう。うわぁ、ツイッターってキモいんだなって思っちゃう。ツイッターってやっぱね、999% キモいんですよ。はい、これは、で、残りの 1% が、まあね、いい人たち、上積み。でも、上積みなのにそこに沈んでるんですけどね。うん。やっぱそこにたどり着くにはね、まあ、いい人もいるんだろうけど、だいたいツイッターやってるやつね、ツイッターでつぶやいてるやつクソなんだよな、やっぱり。うん。動画で言えばいいじゃんって。でも言えないんですよ。顔出ししたら終わりじゃん、俺なんて。こんなやつ一発でわかるよ。こんな T シャツ着てる。まあ、こんな T シャツあんま着ない。家以外で着ないけどさ。いや、俺もいつかバレるんだろうな。嫌だな。なんか、人気になってからバレてほしいな。でもどうせそんなしょうもない時期にバレて、なんか活動とかをやめなきゃいけなくなる。でも俺活動やめないと思うんですけどね。俺一回それで痛い目あってるんで、何があってもやめたくないな、活動は。なるべくやめたくないな。ネットの嫌がらせってどうしたらいいんだろうね。あれ、対処どうやってやるんだろうね。で、弁護士とかお金、だからお金かけずにそいつらにやり返したよね。だって意味わかんなくね。なんでお金払わないでそいつらを罰せれないのかなって思わない？嫌だなって思ったらなんか捕まってほしいよね。なんで俺がいちいち金かけて手間かけてまでお前捕まえなきゃいけないんだよって。陰湿だよね。うん。もしそんなことが起きたなら。まあ、無視しとけばいいのか。マリオオデッセイの音楽流れたら、いや、マリオのジョイコンが壊れてんだよ今。ジョイコン格安で買いたいな。2000円くらいで買いたい。いや、まあ1個1000円で、うわ、めっちゃ壊れてる。めっちゃマリオが勝手に動くし、
腹立つ。だって俺これ修理出したんすよ。5000円くらいかな、なんか修理出した気するんすけど、でまだ壊れてるって何な。任天堂スイッチ軟弱すぎだよね。こんな壊れたことないよ。でも前もプロコン買ったけど壊れてたけどね。一番いいプロコンを買ったけど壊れてたっていう。で修理も出さないで終わったんでね。でなんかね、充電コネクタがクソなんですよ。よくわかんないね。絶対誰も使わないな。こんな形のカスみたいな差し込み口のやつで、差し込むタイプのやつで、何やってんだーって泣きました。俺は泣いてないですけど、あーお腹減った。いやーマジプロコン買おうかなって。プロコン高えんだよな。価格バグっとんのかって思ったけど、結構妥当、妥当っちゃ妥当な。プロっていうくらいだからさ。といってもジョイコン8000するの何あれ。もっと安く買えないのかな。いやー出せても5000円くらいまでだよな。というかソフト以上出したくないよな。4000円くらいで買いたいな。って言って Wii リモコンもあいつ5000円くらいした気するけどね。変な声出た。みたいな。なんか変なさ、振動するやつのせい。変な振動するやつのせいで動くのかな。腹立つ、マジ腹立つ。なんでこんなおかしくなるのかな。修理してももう治んないのかな。確かに修理してから3ヶ月後くらいに使いましたけど、なんでそうなるのかな。もう直せるとこ全部直してくださいって言えばいいのかな。そんなバカの注文すりゃいいのかな。バカの注文していい。直せそうなところ全部直してくださいって言ったら、俺の人格まで直しに来るかな。あなたの性格が歪んでるので直しますって言ってね。戸賀卑弥呼みたいになるだろうね。あれな、あーこれネタバレになっちゃうけどさ、戸賀卑弥呼のさ最新話のなんだろうな、おばさんが言ってたカウンセリングの個性って誰の個性あれ。あれはカウンセリングって個性があって、そのせいで戸賀ちゃんが歪んじゃったってことでしょ。あれは親が多分カウンセリングの個性か、こんなやばい子だからカウンセリングの個性の人に直してもらおうっていうので、よりやばくなっちゃったってことでしょう。あれは多分そうだね。親の個性とかだと思うんですね。カウンセリングっていうのはあの人の個性じゃないと思うんですよね。俺はそう思います。あの地雷トラップの個性じゃないと思う。唐突になんか個性の話してきたから、まあそういうのがあるんでしょうね。お医者さんとかカウンセリングの個性があって、そういうのを直す、社会に適合させるみたいな個性があるっぽくてと俺は勝手に解釈してます。読めないんですよ字が。やっぱバカなんで、バカだけどバカなんですよね。最近語彙力もすごい終わってきてさ、でもまあいいかなって思って、腹減ってるし。味噌ラーメン2束食べたいんですけど、2玉どんどんバカになっていく。やば。喋りたい時に喋ろうとしたら俺本当に何も喋れなくなるから、毎日嫌でも喋んなきゃいけないけど、親がいるから喋れないんだよね。この声量で喋りたいね。やっぱり喋ると言ったら結構の声量で喋ること、部屋にちょっと響くくらいな音量で喋るのが一番気持ちいいね。気持ちいいからやってます。腹ペコですね。何食べようかな、何食べちゃおうかな、何食べよう、食べるもないね。ラーメン2玉やめといた方がいいよそれは。でもやりたいな、やりたいことをやるのが。でもお腹いっぱいになって食べれなくなったらもったいないよな。あ、今からセブンとか行こうかな。それがちょっと我慢してみようかな、暇だし。いや作んのめんどくさいんですよラーメン。生麺のね、超ね、ちょっといいやつ、美味しいタイプ、すごい美味しいやつ、生麺タイプのやつで作んのめんどいんですよね。でもカップラーメン最近食ってないのはね、カップラーメン体に悪いらしいね。あと俺最近ね、最近、はい、おあ、違った。なんだよ、羊が2枚重ねっていうか、羊がタワーになってるって思ったら、単純になんか、水の屈折みたいなので、分かれてただけだった。ダブってた、ブニュブニュってなっただけだった。何その擬音。なんだろうな。重なってるように見えただけでした。残念残念。あー下汚な、臭そうな、下臭そう、汚いね。とにかく
嫌だね。こんな汚いもの人に見せるってね、歯磨きもしてないんですよ。もう人として終わってるんです。歯磨きと風呂に入れないんですよ。でも俺は好意的に解釈っていうか、俺はその都合よく解釈すると、やっぱ人との生活の時間っていうのが人より何倍も何十倍も長いだけっていう。だから人は24時間内に何回か風呂入んなきゃいけないけど、その風呂に入るリズムが人より長いだけっていう。あれ、一日の体内時計が俺の中で多分俺400時間とかなんですよね。ギリ存在しない労働時間っていうか、ギリギリ下手したら存在しない労働時間。あ、でも存在するな。え、労働時間だったら、まあ、残業時間だよね。てか労働ってみんなそんなやるの？いやー、もうな、ブラック企業ってやっぱなんでブラックなんだろうな。変に需要ができちゃうからいけないんだろうな。いや怖いな、ブラック企業。いやー、働きたくないよね、普通は。でもそんな、金のためにやってるわけで、そんなとこに愛着も何もあるわけないのにさ、そんなとこでまたひどい職場っていうの、生きるの大変すぎないか？なあ、なんなんだそれは。いや、ただでさえさ、仕事なんてしたくないわけじゃん。で、まあそもそもやっぱ、仕事って大体人間関係、まあ労働内容もよるけどさ、内と外、中と外の人間関係、まず上司とか仕事しな、仕事をする人、仕事仲間っていうか、そういう人とお客さんがしっかりして、そこまできつくない労働内容って、そんなもの存在しないからな。労働自体はきつくなくても、大体どんなものにでも人間がクソで、労働もすごいすごいし、重労働だし、なおかつ人間もクソだし、客もひどい文句つけてくる人ばっかだしってなるけど、あの文句言うお客さんって何、あれあれやっちゃダメでしょ。なんでみんなさ、ジジイとかあえてすごい文句言うんだろうね。あと酔っ払いとかダメだよな。なんかよくよく考えたらさ、酔っ払いってなんでまかり通ってんだろうな。ね、酔っ払ってるからっていう理由でさ、正当なものにはならんのよな。関係ない、自己責任じゃんって思うから、俺酒絶対飲まねえ。酒も多分世に出回ってる酒あんま美味しくないらしいしな。広告で売ってるお酒とか有名なやつ大体美味しくないらしいからさ。ね、らしいって言ってるだけ、まあ、飲みづらいっていうのかな。いや、お酒は飲まないようにしよう。お酒飲んで頭痛くなるんでしょ。俺頭痛くなることとお腹痛くなること嫌なんでね。まあ誰だってそうだよ。お腹痛くなると本当に嫌なんです。でもよくお腹痛くなるんです。俺パンツとね T シャツしか着てないんで、よくお腹痛くなるんですけど、ペタ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 パパ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 パ。Remember me, remember me, remember, remember me. Oh, 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 oh. 今マリオデッセイでね、変なことしてます。Yes.俺の勝ち。よっしゃー、このピーチ城を真後ろからね登るっていう、なんかジャンプアクションだけで登れました。マリオデッセイ楽しいな。
これほんま神ゲーやで。世界で一番最悪な関西弁、エセ関西弁を披露したところで。みんな絶対イラッとくるよね。こんな関西弁披露で。ほんままるまるやな。最悪、関西弁って結構きつくない？なんか俺関西弁してるだけで殺意湧くんだけど。差別で、でもなんだろうな。関西弁腹立つんですよね、俺。なんか自然な関西弁じゃなきゃ腹立つし。俺関西弁使っていいの一定基準を超えたユーモアを持つ人のみにしてほしいわ。ユーモアに厳しい。ユーモア関係が絡むと厳しいな。いや、まだユーモアに厳しいかどうかわからないんだけどね。いやー、でも関西弁って俺あんま好きじゃないんですよね。普通に関西弁をマスターした人は関西弁使っていいんですけど、エセ関西弁ほどキモいもんはないじゃん。腹立つよな、腹立つな。あ、いやー、足かいいのにさ、足かくとこしょばくなってくじゃん。かいいのにかけねえんだよ。なんじゃこれ。かゆいのにこしょばい。こんな映像誰が見るんだよ。それもな、くすぐったい時のこのこしょばいからさ、くすぐったいに変えんねん。何チェンジしてんだよ急に。やめろ、貫け。ぐんぐんにいる。提供は神。やば、つまらなすぎて超ここら辺が痛くなってきた。あ、やば、頭もつまらないこと言いすぎて脳みそ腐らせる気だ、体が。まあだいぶ口臭かったです。お口が臭かった。お口くせー、お口がくせーよ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 ー。ということで今日はここら辺にしとこうかな。普通にネット見たいんで、ネットでいろんなもんね、アニメとか見たいんで、バイ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 バ